アキラからお前がゲートに引き込まれたって聞いた時は驚いたぜ。だが間に合ってよかった。あんまり心配させんなよ。とっくにやられてると思ったけど意外としぶといのね。あれ？それさっきまで一番心配していた人の言うセリフじゃないよね。ないです。それよりまさかゲートの奥にこんな世界が存在していたとは。なんかとんでもないところに来ちまった感じがするな。
やっとつながった。全員無事のようね。突然いなくなるから心配してたのよ。でももう大丈夫。そちら側からチャンネルを修正してくれたおかげでマルチスキャナのデータも確認できるようになったわ。映像もノイズが多いけどなんとか視認できるレベルね。これがキメラたちの世界。大変、近くに生体反応があるわ。 ID まではわからないけど連れ去られた人たちかもしれない。アイリスで確認してすぐに向かってちょうだい。聞いたな、お前たち、行くぞ。なんだかさっきまでより体が重く感じる。正直この空間では何が起こるか想像もつきません。人類にとって未踏の世界ですからね。この感じじゃ市民も長くは持たないかもしれんな。立ち止まるわけにはいかねえ。急ぐぞ。聞いて、その症状汚染が原因かもしれないわ。個人差はあるみたいだけど、ゲートに侵入してからみんなの汚染度が上昇を続けているの。レギオンとつながっているおかげか危険域には達していないようだけど、でもこのままだと最悪の場合レギオンとの共鳴率が低下する可能性も否定できない。ターゲットを発見したら速やかに帰還して。帰還用のゲートはこちらで検知し次第連絡するわ。頼む。よし、お前らこんなところ早いことおさらばしようじゃねえか。外傷はなし。オリブ、スキャンデータを送る。データ汚染の進行度を確認してくれ。待ってね。汚染度は 5.18、4.86。 2人ともまだ基準値以下よ。今連れて帰れば助けられるわ。よし、すぐに移動だ。オリブ、ゲートはどうだ。そのあたりに次元の歪みは検知できないわ。さっき戦った場所まで戻るしかないみたい。そろそろ時間切れかしら。アキラ、お前はここでみんなを守れ。あれは俺たちで何とかするしかない。アイリス、情報
強制解除コマンドを実行するんだ。急げ。ダメです、司令、コマンドを全く受け付けません。なんだと。はい。
俺が食い止める。いいか、よく聞け。人類を救うためにはレギオンの力が絶対に必要だ。だがそれもお前の一体だけになっちまった。今ここで全てを失うわけにはいかない。隊長、それなら私も残ります。さらに強くなれ。その力で世界を救え。なんて大層なことは言わねえ。だが。お前にとってたった一人の妹はアキラは、お前が守ってやってくれ。頼んだぞ。Ah!